わらしべ長者で一万円のものもらってこーい。おはようございます。お久しぶりのわらしべ長者企画になっております。なるほどね。はい、はい、我々はね結構貧乏系でやらせてもらってますけども、まあさすがにわらしべ長者なら高額なものを手に入れられるんじゃないかと、はいはいはい、まあ今日は本気のわらしべ長者していきたいと思います。はいはいはい、はい、本気のね。はい、まあということで今日のルールは簡単です。2チームに分かれて100円のものもしくは100円からスタートします。はいはい、先に1万円のものと交換できた人が勝ちです。1万。うん、100円が1万。じゃあそれぞれチームに分かれてわらしべ長者やっていきましょう。待ちにございます。ヤジカズチームです。おいしょー。パン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 。気持ちかった？気持ちかったです。はい。ということで。はいはいはい。何ですか？今日は。なんでわかんねえんだよ、さっきオープニング撮ったの。あすか。うん。わらしべだっけ？わらしべすればいいの？回しレベル 1？ なんですか？じゃないのよ。今日も天気いいですから。天気が。張り切っていきましょう。なんで回したかったんだよ。張り切っていこう。よし。いやまあ今日はね、はい、原宿に来てます。はい、インザブルディング俺の庭ね。もう分かったよ。ごめんなさい。まあ、原宿に来てるから、はい、もうひたすら人はいるわけ。むちゃくちゃ今日いる、うん、春休み。そう、めちゃくちゃいるから、はい、作戦としては、はい、回転数は減らしたい。あ、なるほどね。うん、100円1000円、うん、はい、5000円1万とかでもう行きたい。あ、もう4人4組で終わらせる勢いで、うんうん、とかでやんないと大変だから。え、正直ね、俺もそれずっと思ってて、うん、ワンチャン一発でお金落ちそうな人行って、一発でもいいのよ。気持ちいいなっていうのはあるのよ、うん、だからまあそんなお金持ちそうな人。そう、俺もねそれは思う、うん、でもあんま大声で言えないから。で、あいつらもう片方チームバカやん。バカだね。バカチームだからさ、うん、あいつら女の子にしか声かけないんだよ。あいつら、あいつらは気持ち悪いからね。俺らはちゃんと男の子とかも好きだから行ってあげるじゃん、うん、男の子もちゃんと行くじゃん、俺ら。スタンスおかしいな。え、そのこっちは仕事でやってるから。あ、まあそうだよ。そう、そう、金額増やすためにやってる。そう、仕事だから。でもあいつら男の子も好きだから行っちゃうよみたいな。違う、それごめん、間違えついた。じゃあもう4組目標で。はい、もう4組だけで一発でも1000円くらいのとこ行きましょう。行きましょう、絶対その目標ね。で、スタートこの100円から。はい、あ、もう現金で。うん、これから行きます。これ頑張れるよ。これ、ね、一番使い道あるから。欲しいし、俺も普通に今、うん、別に、うん、これで行こう。お願いします。目開いてなくない俺。え、目開いてなくない。今日目開いてない日でいいよ。今日目開いてない日。今日目開いてない日でいい。オッケー、よし。はい、はい、ということでケンハルチームです。よろしくお願いしま す。イケメンチームじゃないんですね。はい、まあ、イケメンチームでもいいんですけど、はい、ちょっとあの体調悪そうな顔してまして。病み上がりというか。目が開いてないのよ、二人ともなんか。そう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 、あの風邪ひいてね、病み上がりチームですね。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。頑張ります、今日は精一杯。はい、ということで、はい、100円からわらしべ長者ということで。はい、え、久しぶりだもんね。そう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 、ね、俺本当にね、一、うん、週間誰とも喋ってない。本当に誰とも喋ってないし、今日駅まで歩いただけでスーハースーハーしてるね。スーハースーハーしたね。もう疲れすぎてて。そうなんだよね。そう、頑張っていきましょう。今日頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、はい、ということで今原宿に来てるんですけれども、はい、どうしましょうか、ここから。ここからですね、はい、まあ、ちょっとあの竹下通り人混みが多い。あ、多かったね。でちょっと多いと疲れちゃうじゃないですか。はいはいはい、今ね、はい、今だからね。そう、普段はゼーファーしちゃうじゃないですか。そうそうそう、普段は疲れないけどね。そうそうなんです、疲れないんですけども。そう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 、人混みが少ないところに行きたい。そうということで、今回ちょっと代々木公園攻めようかなっていうふうに。はい、わかりました。思っております。今回僕らの聖地ね、はい、代々木公園大好きなんで、あそこ。そうだね、やっていきますか。頑張りましょう今日は。はい、はい、頑張ります。お聞きします。はい、ということで可愛い女の子に来てもらいます。いやいや、さっき言ったよ。金持ちそうな男行ってよ。パク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 。お前、お前何歳？何歳？8歳。8歳に耳パクパクすんなよ。8歳パクパク。かわいいな。今言ってもやる。マジこんな歳。固まっちゃってるから。いや、大丈夫、ちょっともう8歳の子でも持ってるから。あ、確かにね。大丈夫。で、はい、今100円あるんだけど、これと交換してくれるものある？ある？いいのこれ？大事そうじゃない、でかくて。交換してくれんのこれ。いい？
ありがとう。いいの、ね、絶対100円以上するのに。じゃあこれあげるね。むちゃくちゃいいやつじゃん。ありがとう。じゃあこちらスタバのクッキーいただきました。ありがとう。ありがとうございます。1個目いただきました。1個目幸先よくない。300円くらいですよ多分。そう、400円300円ぐらいするんじゃないの。するよね、多分3倍とかになってる。てるよ。それもう8歳の子だよ。いいよ。8歳の子、8歳の子に社会の厳しさを教える。確かにね。300円で買ったものも100円になっちゃったりするから。あ、確かに。まあこれちょっと公開してもらおう。だから人気だから、うん、スタバのクッキーなんか、これこそ次は女の子とかがいいのかな。の方がちょっと次ブランドものは行きたいな。飛び級行きたい。飛び級、いやもう1000円以上のもの行きたい。行きたいな。行こう。いや行ける行ける行ける。行きましょう行きましょう。はい、ということで、はい、代々木公園に着きました。はい、到着しました、はい、着きましたね。意外とね人が多いっていう今回。そうだね、もう春休みだからかな。あ、そっか、春休みだ。春休みだから人が多いんだ。探していきますか。探しましょうか。あ、ちょっとケンゴ、はい、ちょっとこれ持ってて、俺喋りかけてくる。あ、本当に。あ、行ってきて、ちょっと、はい、ありがとう。やっぱすがね、はるかね、ほら、もうすぐ走っていっちゃった。走っていっちゃったよ、すごいな。ほら、あ、俺も行かなきゃ。俺も行かなきゃいけない。100円となんか交換できるもの、なんでもいいんだけど。ごめんね。ごめんね、本当に。本当にごめんね。ポケモン GO やってたよね。ポケモン GO やってたの。ポケモン GO やってた。めっちゃ頑張ってた、3人。さすがになさそうか。ないか。ありがとう、本当に。全然大丈夫、本当。ありがとう、ね、頑張って捕まえて、リクルーザー。ありがとう。いや、マジで、うん、あの子たちに名前聞いたんだけど、うん、本当にで、おうおう、嘘を偽りない。おうおうおう、信じるよ。サトシと、うん、タケシと、ナミだ。お前、お前、惜しい、めっちゃ惜しい、超惜しい、うわ、マジか。カスミじゃないの。カスミじゃないんだ。惜しい、ナミだった。ナミだった。男の人に涙やついたらたんだ。マジか、おっさん。ちょっとこの100円はね、どれだけ大きくできるかですから ね。あ、ワンちゃんいるじゃん。あ、めっちゃ、うわ、キャバリアキングチャールズスパニエルいる。うわ、めっちゃマジだよ、ほんとに。白黒やん。すっげえ、ほんとにいいんだ。白黒キャバリアチェンゲ。えぐいって、えぐいって、えぐいって。はい、ということで、2組目来てもらいました。ありがとうございます。ありがとう。今あの、はい、わらしべ長者っていうのをやってまして、はい、あのむちゃくちゃ可愛い8歳の女の子からもらった。さっき見ましたよ。あ、見た。むちゃくちゃ可愛い子がクッキ ー、スタバのね。でちょっとそのエモさで割れてる。食べてない。あ、割れてる。ちょっと舐めた、多分。多分ちょっと舐めてんだけど、はいはい、その8歳の子がくれたやつと、ちょっとなんか交換していただけたらなみたいな。これでよければヤンガーソングの。ヤンガーソングのストラップ。はい。いい。お気に入りですけど。お気に入りだろ、絶対。お気に入りね。いや、もうこれは。いいの、俺ら。ヤンベなんで。まあ、もう僕らがお世話になってるヤンガーソングの。お世話になってますよ、ヤンガーさん。え、これ結構するよね。いや、わかんない。多分、まあ、1000ちょいくらい。2000円。2000円するよね。2000円すんの？まあまあまあ。マジ？そんぐらいだと思います。いいの？クッキーとか。全然。いい。食べたかったの、ちょうど。ちょうど。はい。じゃあこれちょっと2人でごめんね。ありがとう。いい、これ。じゃあどうぞ。ありがとう。うわ、ありがとうございます。やっば、待って、めちゃくちゃ重い。結構本物じゃね？どれぐらい重いですか？ちょっとごめん。むずいって。じゃあ、聞いてくれてんだから。確かに、いいのあげたい。確かに、それはちょっとしたこと。待って、やばい、これめちゃくちゃ重い。じゃあごめん、もう一回聞いてあげて。あ、むちゃくちゃ重いぞ、これ。布団が重いですか？象の爪ぐらい。ありがとうございました。すいません、ちょっとだけいいですか。僕たちの YouTube やってるものでして、あの100円でわらしべ長者してこいっていう企画やってるんですけども、100円と何かを交換してくれないかなと思って今ちょっと声かけさせていただいたんですけど、なんかわらしべ長者でどん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 大きくしてって、最終的にそのいいものにしたいなっていう話をしてる。そうな、はい、ものでいいんですけど。スタバの、はい、レシートの、そう、ちょっとね、使える自信ないから、これだからどうですか、はい、え、何ですか、え、うん、3月30日までに、はい、飲み物をもらえるよ。え、いいんですか。めっちゃいい。はい、いいんですか。むしろもらってほしいです。ありがとうございます。すいません。よかった。
100円と交換交換で。いやーマジですよ、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。どうしようか、でもちょっと飲みたくなっちゃった。飲みたくなっちゃダメね。誰か、あ、そうです。もう優しい、優しいからね。もっともっと行かないといけないんだ。これもう、もう本当にこれ絶対エルメスにしてみせます。絶対エルメスにします。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。やばー、めちゃめちゃいい方々。めっちゃいい方、本当に結婚してほしいね。あ、確かに、ね、本当にあの2人、カップルの方、そう、あの2人は絶対結婚してほしい、うん、カップルの方だったんだけどね、今のは ねマジで結婚して、結婚式呼んでくんないかな。マジでね、気まずいだろ。どうしよう、どうしよう、絶対気まずい。俺は話せないって絶対に。あ、本当に健吾、はい、どうしたの。俺さ、うん、なんか今普通に声かけてんじゃん。うん、かけてるね。俺新しい声かけのやり方見つけてしまって、うん、マジで。うん、あのここランニングしてる人いんじゃん。いる、いっぱい。俺ランニング声かけっていうの初めてやってほしい。あ、俺がやってほしい。あ、俺がそう、俺でもいいんだけど。あ、やってほしいな。そう、こうやってびっくりした。ランニングしてくる人いんじゃん。あ、はいはいはい。この人にペース合わせて声かけて聞いてほしい、うん、マジで、うん、絶対声かけんのやって顔で走ってる。怖。しかもめっちゃ怖いよ。これリスクあんのが、うん、ランニングの人って、うん、絶対持ち物持ってないね。絶対持ち物持ってないし、うん、あとワンチャン下手したら、うん、殴られる。そうだから一回やってほしい。怖い。お願いして。いや、お前ちょっとランニングの人来ないかな。うわ、来た、ランニング来た。ここでランニング来ました。ランニングマン来ました。来ました、嬉しい。怖いけど行ってくるよ。じゃあ俺は前で待ってよ。さすがに何も持ってなかったか。ありがとうございます。持ってないわ。めっちゃ楽しかった俺。絶対何も持ってないのに。絶対何も持ってないのに。めっちゃいい子だったよ、本当に。めっちゃいい子だったね。イヤホン外してくれて。うん。しかも困ってくれたしね。困ってくれたしね。うん、だから俺走っていいですよって言っちゃったけど。あ、そうなんだ。そう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 。いや、ケンゴ、ありがとう。めっちゃよかった。めっちゃよかった。めちゃめちゃよかった。ちゃんとこれ使われる？多分俺編集だから。お前。マジダイジェストだったらお前気をつかんだ。 YouTube? なあ、 OK、 全然大丈夫、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。よかった、ありがとう、ありがとうね。マジでいい、ごめん、ありがとう。それちょっといただきます。大丈夫です、ありがとうございます。はい、ということで、はい、先ほど調べたところ、はい、9200円くらいします。やばくない？むちゃくちゃ高い。もうゴール目前よ。あと800円くらいだったのか。そう、だからもう次の交換は1万円以上のものにしたいんですけども、はいはい、6組目の方、はい、もうお呼びしております、はい、来ていただいているので、はい、呼んでみたいと思います。じゃあどうぞ。どうぞです。あ、こんにちは。こんにちは。すごすぎる。いや、久しぶり。いや、久しぶりです。え、何してたの？撮影で。撮影で、これめちゃめちゃ後悔してて、そしたら、はいはいはい、お金持ちにつけて。下にいたな、お金持ちが。いや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 、すごい。ということで、物々交換で1万円いったら達成なんですよ、うん、なんですけど、なんかこれが1万9200円。おお、あと少しや、はい、男まで来てまして、はいはい、何か1万円以上のものと交換していただけたらなって。いつもとあれでいいんじゃん。何あれ、あれ持ってきて。待って、めっちゃ、え、でも臭いかもしれんな。ええ、何、え、臭い、時間ちょっと来て。これでいいんじゃない。これでいくら定価で。これ1万は超えるね。いや、全然そうだよ。めちゃくちゃ高いんじゃない。一回でもちょっと匂いだけ。お、え、いけるいける、今日いける、今日いける。あ、今日いけるな。俺今日いけるなって。今日全然いけるの。え、でももしかしたら臭い方が価値上がるとかありますよね。それはカニャのじゃないか。いや、でも、これ欲しい人いる。いや、でももうこれ1万以上のものですよね。1万以上ってことは僕ら達成でこれ飾るんで大丈夫です。何ならサイン書いてください。サイン書いてください。あれ、これでもつまずくのであげれないんだっけ。今使ってるやつね。いや、でも全然いい。ほんとに、え、いいっすか、マジ、いいっすか。ガチ。え、これ黒いやつもあるし。お、やったじゃん。え、マジでいいんすか。あ、僕らあげるのこれなんです。これなんですけど。あ、全然切れる、全然いいじゃん。これめちゃめちゃいいっすよ。いや、俺今日私服これだったから。あ、そういうことじゃない。これで帰る。合うんすか、下これに。これこれで帰るわ今日。え、いや、これめっちゃいいよね。めっちゃいい。え、マ
ジででもいいんですか、これめちゃくちゃ商売道具じゃないですか。え、本当にこれ欲しい、逆にめちゃくちゃ欲しい、欲しいです。ガチで使ってるもんね、撮影で。ガチで今日も使ったし。えぇ、ー、やっぱじゃあいい匂いすぎますってそしたら、うん、なんならもっと臭かった、うん、確かに。いや、今日臭くないの、今日臭くないね。いあのどんどん飾っていけば臭くなるんじゃない飾っていけば、いや、食べ物じゃないね染み込んでたもん、染み込んでた。まず、前にもらっても全然いいし。えぇ、ー、やっぱ、ちょっと履かせてもらえない。え、いい5.5。 おっ、ちょっとちっちゃいかもね僕 7.5。 あ、じゃあ全然ダメです。7なんですか。あ、全然ダメだ。でもかっけーじゃない、かっけーない。一回あれば履いてみる、いいですか。すいません。え、待って、むちゃくちゃいい、普通に。すごい、忘れたのやっぱ失礼します。かかととか踏むだよ。あ、あ、待って、いけてる、いけてる。ピタ、ほんとか。えぐ、やっぱ待って、むっちゃかっこいい。あ、いい、マジでいい。え、俺この靴もらっていいのか、そしたら。あ、違う、違う、ブツブツ交換。あ、これ、これ、これ、すいません、これをいただいて。いいの、もう企画終了になっちゃう。我々達成です。ありがとうございます、ありがとうございます。なんかもう最後にふさわしい方々でした。本当に次のコラボでちょっと履かせていただきます。コラボの時靴なかったら貸すんで、はい、これ借ります。全然貸すんで言ってください、持ってきます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。アシザル FC さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、はい、アシザルの翼くんからもらったシューズ、うん、まあ、1万円ということで、はい、さすがにあっちのチームも気になる。いやー、早かったんじゃないですか、僕ら。俺ら早かったね。うん。おいっす、おいっす、おいっす、おいっす。おい。おー、何してんだよ。何してんだって、こっちわらしべ長やってるよ。ごめん、やってなかったわ。やってなかったの。もう、無理だわ。無理だったっぽいわ。100円のまんまだわ。ごめん、あー、そうだ、無理だわ。無理だわって何？なんかちょっともう無理だわ。あ、無理？全然こっち達成したけど。マジで？すごくね？本当に？余裕にね。全然達成したけど。え、達成ってことは？万超え？万超えだけど。いいの。やば。え、ちょっと俺らの100円と交換して。マジで100円だ、まだ。じゃあ俺らの勝ちね。じゃあ、言う？行きます？せーの。ちょっと待った。何が？まあでも担当直に言うと、俺らも万超えたわ。今？マジ？何？今超えたの？今超えたよ俺ら。超えたから電話してる。あ、じゃあ電話かけたの俺らね。確かにね。あ、そっちか。うん。だからこっからちょっともうちょっと上高み目指そうかなと思ったらなんか電話かかってきたから。マジ？結構超えてんの？あ、もうかなり結構いいもの。あ、マジ？あ、どうする？そっちから聞く？あ、こっちからじゃあ伝えちゃっていい？こっち100円がなんとレイバンのサングラスになりました。レイバンのサングラスになりました。はい、今から、ビジュアル契約を狙っていきたいと思います。はい、はい、行きましょう。行きます。 YouTube の企画でわらしべ長者っていうのやってるんですよ。レイバンのサングラスってどうですか。これもらいます。逆にいいんですか。本当に大丈夫ですか。てか映しても大丈夫ですか、お兄さんたち。全然いいですよ。いいですか。お邪魔します。今回ちょっと協力してくれたお兄さんたちです。めっちゃかっこいいでしょ。マジでいいんですか。これいいですか。ありがとうございました。ありがとうございました。マジで本当にすいません。ありがとうございました。えぐい。マジ1号ぐらいじゃない。調べた時にまあ良くて2万とか、はい、そういうのもありましたし。交換してくれたんだ。交換してくれた。すごいわ。すごい、レイバンはすごい。僕らも、超えました。だから達成したらしいですね。あ、そうなんだ、うん、聞いて驚くなよ。アシザル FC 翼くんのトレーニングシューズです。アシザル FC 翼くんのトレーニングシューズです。そう。でもすごいな。すごいな、合うの。シューズだったんだ。そう。なんだ、どっちも達成か。なあ、すごいな、それな。すごいや。じゃあ、クリアだわ。お互いクリアか。なんか、普通に原宿好きになったし。ね。人があったかかった。だから、なんか困ったら今後100円持って原宿行こう。あ、なんか困ったら100円持って原宿で。
じゃあ皆さんありがとうございました。いや、よかった達成。いや本当にありがとうございました。協力してくれた方とか、お金なくなったら原宿来ましょう。いやマジ100円持って皆さん来てください。夢あります原宿。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。